デンジボール。はい、どうもこんにちは、ゆきおです。今回はこちらを見ていきます。超合金魂ボルテス5フルアクションです。この商品は超合金魂なんですが、新しくフルアクションというコンセプトでリフォーマットされたシリーズとなります。今までの超合金魂のような変形合体ギミックはすべてオミットして、このようなケレン味のあるフルアクションポーズが取れる仕様になっております。この辺は賛否両論分かれる商品だと思います。かくいう僕も、変形合体ギミックをオミットした合体ロボはあまり興味がなかったんですけどね、このシリーズはどんなもんか今回お試しという感じで買ってみました。これが良ければね、このシリーズ次も買っていこうかなと思っています。全体の雰囲気なんですけどね、ざーっと回してみたらこんな感じで薄っぺらくて縦に長い箱なんですね。なので超合金魂なんですけど、コンセプト的にはメタルビルドに近いかなっていうイメージはありますね。パッケージ天面はこんな感じになっております。底サイド反対側はアニメイラストですね。裏面はこんな感じです。ちょっとじっくり見ていきます。躍動する魂フルアクションということで、裏面にはかなり躍動感あふれたポーズを決めた写真がたくさん載っております。かなりバリっております。ただ70年代のロボットでバリアレンジってね、あまり馴染みがないんで、こう人によっては拒否反応を示す人もいるかもしれないですよね。スパロボ世代なら、全然受け入れ大丈夫かな。箱の大きさはペットボトルと比べるとこんな感じです。はい、それでは開封していきます。はい、内容物見ていきます。まずは超電磁コマが2つ、ボルテス5本体、台座、これは支柱のジョイントですね。そして支柱本体、そしてチェーンナックルが2つ、超電磁ストリングも2つ、そして天空剣となっております。はい、そして台座の中身にはさらにパーツが入っております。こちらボルテスバズーカですね。そして支柱のジョイントパーツ、ガトリングミサイルが2つ、交換用手首が 1,2,3,4,5,6,7,8 個、そして、グランドファイヤー、この部品は、手首のパーツを交換するときに使う部品ですね。これはね、説明するより説明書の図を見てもらった方が分かりやすいんで、ちょっと見てもらいましょう。というわけでまずは説明書です。表裏はこんな感じで、中身こんな感じ。そして先ほどのパーツはですね、これですね。これガトリングミサイルに交換するときに手首のボールジョイントをこの部品を使って外すようになっております。これはちょっとめんどくさいですね。まあでもこの部品を使わないと外せないっていうことですね。そして説明書なんですけどね、これちょっと残念ですね。この、白黒のペラシが1枚入っているだけです。表です。裏です。いや、普通の超合金魂みたいなカラーのあの解説書みたいなのをイメージしていただけに、これはちょっと肩透かしですね。はい、すいません、今までマイクが繋がってなかったみたいで、もしかしたら音質悪くなってたかもしれません。ここから、いつも通りのマイクで喋らせていただきます。さあ、では本体を取り出していきましょう。意外とねバリってないですね。立ちポーズはかなりおとなしめ。さあ、では本体一緒見ていきましょう。すだちの状態だとやっぱりそんなにアレンジが効いてるようには見えないですね。これならまあテレビのイメージのまんまって感じですね。はい、では近くで見ていきましょう。まずは足回りから。このケタピラの部分や、下の青い部分はプラ、そこから上の赤い部分などは合金になっております。そして足首のこの部分はプラ、そして、羽はプラですね。足全体はこの辺、紺の部分は合金になっております。この辺の外装は全てプラですね。
内部のフレームは合金でできております。そして上半身、ここの紺の胸の部分は合金ですね。それ以外の部分は全てプラ。ただし内部に合金の骨組みがあるので重量はかなり重たいです。はい、では可動を見ていきます。まずは頭から。頭はボールジョイント接続でこのように自由に動きます。一回転可能ですね。首の付け根もわずかながら前後に動かせます。はい、そして肩ですね。肩周り、まずは一回転。そして、ここにも関節がありますね。上側にずらすことができます。こんな感じですね。そして水平方向、水平方向は頭が干渉するので肩パーツを動かしながらこれぐらいまで上がりますね。肩の付け根の部分はボールジョイント、そして引き出し関節があります。90度まで引き出せますね。そしてロール、肘はこんな感じですね。90度まではいかない。そして手首はボールジョイント、胸と腹の間にボールジョイントが入っております。このように動きます。そして腰と腹の間にもボールジョイント、横方向はこれぐらいまで曲がります。そして、胸と腹の間のジョイントを伸ばすことができます。このように引き出し式関節、はい、これによって屈伸がかなり曲がるようになってますね。ちょっと横から見たらおかしいですね。このような曲げ方ができます。背中のキャタピラはこのように稼働することができます。はい、腰回りを見ていきます。腰回りはね、結構動くんですけど、パーツ同士が干渉していてかなり動かしづらいですね。まずフロントアーマーを前に競り上げることができるんですが、結構ね、サイドアーマーと干渉しているのでうまくいかない時がありますね。まあ跳ね上げたら、これぐらいまで上がります。サイドアーマーは結構特殊な接続ジョイントですね。リアアーマーに、ボールジョイントで接続されております。ちょっと外してみます。ここですね、ここにボールジョイントの受けがあります。サイドアーマーの可動範囲はあんまり広くないですね。これぐらいです。そしてリアアーマーは動かないですね。はい、足の可動です。まずは腰の下の部分でロールが入っております。そして股関節のところはスライド式の軸関節ですね。これぐらいまで上がります。90度を優に超えてますね。そして左右の開脚、これぐらいまでですかね。これぐらいまで広がります。後ろ方向はこれぐらいの角度ですね。そして膝関節は最大でこれぐらいですね。足のウィングは動きません。そして足首ですね。まずは、足首の上の部分、ここは別パーツになっており、このように動きます。そして足首自体はボールジョイントで柔軟に動きます。さらに引き出し式関節で、これぐらいまで前に出ますね。後ろはこんな感じ。内部を見ると下の受けはボールジョイントなんですが、ボールジョイントの周りの台座自体も稼働しますね。そして上の受けは軸、そしてこの軸関節が伸縮します。短い状態でもかなり柔軟に動くんですが、伸ばすことによってこのように動きます。
個人的にこの商品面白いなと思った点は、すだちのポーズでは、昔のボルテスのイメージのまんまなんですが、ポーズをつけると途端にバリ化するところが面白いですね。台座にセットした状態での全体はこんな感じですね。大きさはペットボトルと比べるとこんな感じです。メタルビルドと比べるとこんな感じです。メタルビルドの方が少し大きいですね。さあ、ここからはオプションパーツを紹介していきたいと思います。まずはガトリングミサイルですね。拳を外して、先ほど紹介したこれでボールジョイントを外します。そして、ガトリングミサイルをはめ込みます。ガトリングミサイル、グランドファイヤー。ボルテスバズーカー、チェーンナックル、超電磁ストリング、超電磁ゴマ、超電磁ボール、必殺 V の字切り、はい。というわけで今回は超合金魂フルアクションからボルテス5でした。まあ、冒頭にも言うたんですけど、正直言って合体変形機構のない合体変形ロボっていうのはあまり興味なかったんですけどね、今回いじってみてこれはいいですね。うん、アクションもバリバリ決まるのもいいんですが、タッチポーズにした時にそこまでめちゃくちゃなアレンジされてないところがなかなか好印象でしたね。まあ、というわけでね、このシリーズ今後もしばらくは追い続けてみたいと思います。はい、今回はこんなところですね。これ以外にもおもちゃやプラモの動画などいろいろ上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。あとはチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。ボルテス5に全てをかけてやるぞ、力の尽きるまで、地球の夜明けはもう近い。